を含む広報機器を製造するる企業であシルバスウェーデン社の創立者は野外探索用に世界中で使用される大変人気のあるオリエンテリング用のコンパスを発明した。シルバスウェーデンはスウェーデンで設立された企業で世界中に製品を輸出し数多くの国々で活動している。 シルバスウェーデン社は、スウェーデンのソレントゥナ、フランスのマントラ、ビル、ドイツのフリードリッヒスドルフとスコットランドのリビングストンに販売会社を置いている。2006年に、シルバスウェーデン社は、フィンランドのフィスカースグループの参加に入った。シルバとガーバーはフィスカースの、主なアウトドア商品のブランドである。北、アメリカでは、ジョンソンアウトドア社が、 シルバのブランド名を所有しているのでシルバスウェイ電車のコンパスやその他の製品は北米市場でブラントンやネクサスのブランド名で販売されている。シルバスウェイ電車の目標は陸上と海洋市場の顧客のための世界的な製品の設計、開発、製造、販売である。シルバボイジャーコンパスシルバスウェイ電車は1928年に 自社初のコンパスを製作し、1933年に会社組織となった。下記の変面の表は、シルバスウェーデン社の歴史で重要な年度を記したもので、ある。1946年に、米国シルバと、その2年後にシルバオブカナダ社が設立されたが、両子会社は後にジョンソン・ワックス社に買収された。1980年以来、ヤワは、 シルバ製造者が製造するスウェーデン製のコンパスを北米で販売するために輸入していた。1996年にシルバ製造者が米国シルバによる自社のスウェーデン製コンパスの独占販売を取りやめる決定をしたためにヤワとシルバ製造者との間で数年間にわたる法廷闘争が引き起こされた。1998年に ヤワとシルバ製造者は、ヤワがメーカー名不詳のコンパスを、北米で、シルバの商標を、独占的に使用して販売する権利を有することで、和解した。ヤワは、レンジャー、ポラリス、1、2、3や、その他一般的に、米国とカナダの市場で認知され、シルバ製造者が、 北米のヤワ向けに製造したスウェーデン製コンパスで人気を築き上げた製品の名称の北米での使用権も留保した。ヤワは最終的にジョンソン・アウトドア社と解消した。一方でシルバ製造社、シルバグループは米国とカナダ以外でのシルバブランドのコンパスの製造権と販売権、自社のスウェーデン製コンパスを北米でブラントンと ネクサスブランドで販売する権利を留保した。またネクサスのパッケージとネクサスのカタログ内にネクサスコンパスがシルバ製造者製であることを謳う権利も留保したが広告内でこのことに触れる権利は有していない。現在ではシルバグループはシルバスウェーデンと呼ばれる親会社とその子会社の英国のシルバ社シルバフランス、シルバドイッチュランと シルバファイイーストと米国とカナダのブラントン社で構成されている。シルバグループの主要な活動は陸上と海洋向けコンパスの設計、開発、製造とコンパス、GPS、野外景気ヘッドランプ、双眼鏡、その他の電子ナビゲーション機器の販売である。スウェーデン、ハーニンゲの工場でシルバ社はレクリエーション、ハイキング、 科学研究や海洋分野で使用される幅広い種類の携帯コンパスを製造している。シルバ社は、エクスペディション3や、エクスペディション4のような単純な分度器、ベースプレート型コンパスから、エクスペディション54やシルバ、サイトマスター、シリーズといった、成功な携帯コンパスを含む、エクスペディション 15TDCL のような高度な、モデルまでの幅広い製品を製造している。 シルバ、レンジャープロ25トゥクカルのようないくつかのモデルには、夜間や暗がりでの使用を考慮して、電池式の消灯を組み込んでいる。シルバは、会社の起源となった製品を守り続け、ジェット、スペクトラや、ノルコンパスといったオリエンテーリングや、アドベンチャーレースに、最適なモデルも提供し続けている。シルバグループは、長い期間にわたり、 英国軍、デンマーク軍、オーストラリア軍、ニュージーランド軍やスウェーデン軍といった世界各国の軍隊に様々な汎用コンパスを供給してきた。特にシルバー3ミリテール6400-360と4ビットミリテール NATO6400-360 ベースプレート型コンパスモデル54-6400ビット。 プリズムコンパスと1 5 t ミリテール6 4 0 0 3 6 0ラー、死人型形態コンパスが広く使用されている。すべての標準モデルは夜光塗料を使用し、名称に B が付くモデルは自光式のトリチウム塗料を使用している。シルバはコンパスとともに GPS 受信機、風速計、ヘッドランプ、双眼鏡、その他のアクセサリーといった。 手々のアウトドア用品やナビゲーション機器を製造している。ありがとうございます。